モルブです。今回はちょっと冬支度をしようと思って動画を回してます。最近めっきり寒くなってきましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。風邪などひいてないでしょうか。ということでね、モルちゃんたちもそろそろね暖を取ってもらいたいなと思っているので、冬支度していきたいと思います。モリプじゃん。今日100均に行ってきてお買い物をしてきました。はい、ということでですね、こちらの4点でございます。何を買ったかというとですね、こちらのフロアマットですね、マルチファイバー吸水ヘアキャップですね、こちらを買ってきました。なんでこれを買ってきたかっていうと、こちらにね、まあ、普通ここから頭から被るじゃないですか。でこの部分にね、モルちゃん入ってくれるんじゃないかなと思ってこちらを買ってきました。でどうしてこれ4枚あるかっていうと、モルちゃんってすぐにおしっこしちゃうじゃないですか。なのでこの中にペットシーツを入れて、こうやって二重構造にしたらあったかくて吸水もバッチリなんじゃないかなと思って、2枚ずつ4枚、合計4枚買ってきたというわけです。で、ね、ちょっとこっちのフロアマットなんですけど、これだけだと大きいので、これをね半分に切って使いたいと思います。ちょっとほつれないか心配なんですけど、まあ、もしほつれちゃったらちょっと縫い合わせようかなと思ってます。じゃあ実際にちょっとセッティングしていこうかなと思います。いや、ほつれたな、やっぱり。あ、結構ほつれるな。どうしよう。あ、でもある程度ほつれた部分取っちゃえば、あ、そんなにもう落ちてこなくなるな。まあ、いいでしょう。で、このペットシーツをですね、中に仕込みます。ということで、特製クッションの完成です。なんかめっちゃ良くないですか。思ってたよりも良くなった。なんか立体的だし、入らなくても上に乗ってくれたら絶対可愛いよね。すごい自画自賛だけど、めっちゃいいと思う。はい、ということで完成。じゃあ実際にね、ケージの中にセッティングしていきたいと思います。モーリープ。はい、じゃあまずルリボーからいきますね。やっほー。じゃあまずね、こちらのフロアマットの方はこのねぐらの下に置きたいなと思います。これどうかな。あ、いいんじゃない。 あったかーい。いいよ、ルリボー。どうかな、入る。どうぞどうぞ。どうですか、入ってみて。警戒しておりますね。あ、恐る恐る入りましたね。よかった。で、これすごく触り心地もいいのでね、百均の中でも高級品なんで。ルリ君もさ、ちょっと毛の色がさ、ちょっとダークな色味だからさ、同化しちゃうね。かわいいね。うん、かわいい。よし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 。はい、ということでね、こちらの特製クッションも入れてみたいと思います。ちょっと大きいかな。大きいね。じゃあどうだ。お、興味を示してますね。
ったかいでしょ。あったかいね、ルリボーね。あったかいね。うん、気に入ってくれたかどうかはさておき、怖がらずにはいてくれてるようなので、まあ、安心しました。ここだね。あ、かわいいね。おくつろぎなさってるの。よし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 、かわいい。足伸ばしたね。気持ちいいね。モーニー、プー。はい、では次オレオくんね。こちらもセッティングしたいと思います。じゃあまずこちらのね、クッションから置いておきたいと思います。ここだったら一番おしっこしないかな。はい、あれ、キュンちゃん。はい、ちょっと失礼しますよ。ごめんね。ちょっとどいて。そう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 。はい、どうでしょうか。ちょっとね、今気分じゃないみたいなんで、使って触れてる時があったら撮影しておこうと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回は100均ガチャでできる秋冬自宅をご紹介させてもらいました。真似しやすいと思うので、よかったら参考にしてくださいね。モルちゃんは暑がりで寒がりなので、冬は暖かく、夏は涼しく対策してあげてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録、そしてインスタグラムもやってるので、そちらのフォローもお願いします。でね、ご意見ご感想などコメント欄でお待ちしてますので、よければ残しておいてください。それでは。